コミックゼロサム5分でわかる。ふつつかな悪女ではございますが、数偶長所取り替え伝、大逆転高級入れ替わり物語。夜空をほうき星がかけたとき、胡蝶とドブネズミの運命が変わった。ここは英国高級内スーグー。姫と呼ばれる名家の5人の少女が次の妃の候補として教育を施される場所。中でも高家の姫レイリンは彩色兼備、美目秀麗。その姿より殿下の胡蝶と謳われ、5人の姫の中でも一目を置かれていた。一方、主家の姫慶月は無能無才で卑屈な性格から、スーグーのドブネズミと呼ばれ、宮中一の嫌われ者であった。レイリンに激しく嫉妬する慶月は、ほうき星の降る夜、特殊な術によって互いの中身を入れ替えた。慶月の体に入ったレイリンは自分を突き落とした罪で投獄され、入れ替わりの事実を話すことはできず、薄汚い牢の中で死刑に処される恐怖に怯えて。いなかった？病弱ゆえ常に死と隣り合わせの体で過ごしてきたレイリンは、むしろ健康な慶月の体を手に入れたことを喜ぶ始末であった。処刑当日、獣人の儀、飢えた興奮状態の獣と同じ檻に入れられるも、レイリンは死を恐れず泰然と振る舞い、窮地を切り抜ける。どうにかスーグーでの滞在が許されたレイリンであったが、与えられた新たな住居は宿宮最果ての廃屋だった。しかしそこはレイリンにとっては楽園で、畑仕事に幸せを感じる日々を過ごす。別人のような主人の姿に、そば使いの女官リーリーが心を許し始めていたその矢先、リーリーが金家の使者に脅迫され、レイリンを殺そうとする事件が起きる。しかしリーリーの気持ちをすくい上げ、二人の絆を深めることができたレイリンは、リーリーを追い詰めた相手にやり返すため、修験説の儀に参加することに。そして始まる中元節の儀、4人の姫が次々に豊穣の舞を披露していく中、大きな反感を一身に浴びながら、慶月の姿でレイリンを彷彿とさせる圧巻の古戦舞を披露すると、高級に激しい動揺が走る。あの美しい舞を踊れるのは誰だ。入れ替わりに気づき始めるスーグーの面々。一方、レイリンと入れ替わった慶月は病魔に侵され生死の境をさまよう。レイリンは慶月を救うため一晩中浜の弓を引き、高級の愛憎を入り乱れる入れ替わり物語は予想もできない展開に。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちら、グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。